皆さんこんにちは、あゆぶちょうです。前回紹介した、あのクリスマスの動画でもやっぱりホビーオフであのレアな商品を見てたんですが、今日はレアな商品紹介をしていきたいと思います。おしゃべりするトーマスシリーズです。それこちら、じゃん、 TT01 もっとおしゃべりパーシーです。なんとこれがパーシーが単4電池2本で、作業車が、単21本ですね。箱は全体的に見るとこんな感じですね。うん、これはすごいいい感じじゃない。若干箱に痛みとかはありますけど、まあまあホビオフで僕買う前にあの店員の人にあの発泡スチロールややっぱりいろんな欠品してないかとか確認してもらって、全部揃ってますって言って、その価格が3240円でしたね。まあ定価だと3456円ぐらいなんですけど、200円ぐらい得してますね。早速ですが開けていきましょう。いやもうほんと状態がすごいいい、非常にいい状態でした。これがもっとおしゃべりパーシーですね。全体的に見るとこんな感じ。うん、顔、パーシーの顔がとてもにこやかな感じで、目が若干左を向いてますね。うん、これはすごいいい状態ですし、もう新品に近い状態ですね。じゃあ作業者全体的に見るとこんな感じですね。作業車はあのプラレールハービーにも付属していましたね。うん、作業車もやっぱりギアまでもなく、これはしっかりと走れます。あとタンク車、全体的に見るとこんな感じですね。うん、あれ連結器がない、連結器ついてない、あと止めるところもない。うん、これはちょっと惜しかったかなというふうに思いますね。まあうちに連結器あるからね。いやもうどうやって止めんだろうっていうふうに思いますね。僕が持っているおしゃべりパーシーと比べてみましょう。うん、顔の大きさ的にはやっぱりもっとおしゃべりパーシーが若干大きめですね。そして横から見るとこの長さです。横から見るとやっぱりほぼ同じぐらいですね。なので後ろもそんなには変わんないんですけど、もっとおしゃれパーシーにはちょっとフックの部分がありますね。あとちょっと石炭の部分が普通のパーシーだとちょっとさ円内に収まっていて、もっとおしゃれパーシーだと結構持ってますね。気づいた点はそんな感じです。あとシールの黄色の線の太さも全然違いますね。こっちの方が細めです。これもっとおしゃべりパーシーにちょっと電池入れて、ボタンを押してみましょう。はい、電池入れました。早速ですが、スイッチを入れましょう。こんにちは、パーク、パーシー。ちょっと音が大きめですね。まず、2個の、ボタンは2箇所ありますね。金色の部分と緑の部分ですね。押してみましょう。いやー、こんにちは。いやー、一緒に走ろうよ。汽笛がでかい。いやー、ジェームス、こんにちは。君も怖いものあるかい？僕は臆病な機関車じゃないよ。今日は安全運転で行こうね。僕は臆病な、君も今日は、君も僕は、やっぱり2種類の音を押すと、やっぱりおしゃべり音が100種類以上はあるかとは思います。やっぱりおしゃべりすると、やっぱりおしゃべりは、なんか、例えばテレビで出てきた時のあの発言や、まあいろんな、まあストーリーが流れますね。で、ちょっとトーマスともやってみましょう。君も怖いもの
これと比べてみますと、やっぱりパーシーの方がスピーカー音が少し大きめですね。もっとおしゃべりトーマスで、特に汽笛の音がめちゃくちゃでかいまあそんな感じで、早速ですがレイアウトを作って走らせていきたいと思います。で、こう、まあ、あとは箱の中にはこれがついてましたね。もっとおしゃれパーシーの説明書。いやこれ説明書まで つけてくれたらもうほんとめっちゃもう完璧です。はい、レイアウトがこんな感じにできました。この機関車トーマスのあのドキドキマウンテンセットのコースに、組み替えてみました。ドキドキマウンテンで作ると、トーマスのおしゃべりがやはりその時によってビューンってジェットコースターにかけるとおしゃべりが違ってきますね。なんか楽しみですね。早速ですが走らせていきましょう。それ出発パーシーから。そしてセットで移動モードでトーマス出発。パーシーは危ないように。あー倒れちゃった。やっぱりあのドキドキマウンテンの坂を登るときに結構トーマスが、苦戦しますね。もう一度トーマスを走らせてみよう。ここなんですね。もうちょっとズームしますね。やっぱりここのところが結構トーマスが、まあたまたま走るとちょっと浮いてるのが分かりますね。なんかちょっと脱線しそうです。お前、バカ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 、ここにトーマスとタンク車がぶつかってしまいました。やばいです。
はい、もっとおしゃべりパーシーの走行シーンはいかがだったでしょうか。もっとおしゃべりトーマスと走らせてもすごい楽しいと思いますし、特にあの箱の上にはトーマスらしさが、なんかトーマスワールドをなんだか広げたいですね。まあやっぱり途中途中ちょっとここで坂のところでつまずいちゃってしたこともありましたが、まあ楽しく走れてはよかったと思いました。はい、TT01 のもっとおしゃべりパーシーいかがだったでしょうか。感想としてはスピーカー音からとてもでかくて、やっぱり電源を入れるとやっぱり走っている時や止まっている時、あとボタンを押している時などは結構 ストーリーが進行されたりとか、例えばテレビに出てきたセリフが出てくることもありましたし、やっぱりテレビ、あと出てテレビでも出てない、まあ、セリフも、まあ、多分多いとは思いますが、まあこれは今売ってない ものなんですが、結構廃盤商品入れるのは結構大変なもんですが、皆さんもぜひヤフオクや中古店でいろいろ探して買ってみてはいかがでしょうか。これが貴重なプラレールでした。本日もご視聴ありがとうございました。バイ。